9月13日水曜日のライブ終了後でございます。皆さんありがとうございます。配信が終わってから、このようになってます。おかしいですよね、おかしいですよね。あんなちょっとの前線だったのが、だからね、こういうことだよ。少しの亀裂が大きな亀裂を生むんです。そうなんです、そうなんです。全てそうだよね。人間関係だってそう、社会だってそう。小さな亀裂が大きな亀裂を生むんだ。火のないとこに煙は立たずなのか、わからん。火のないとこに煙は立たずと違うな、ちょっと違うな。四字熟語は苦手ですね。はい、四字熟語は本当に苦手。じゃあ他に何があるかって言われたら一個もわからない。これ嘘じゃなくてマジで出てこない。マジで焼肉定食しか出てこないんだけど、やば。バカが露呈するので終わります。バキ見たね、あんたたち。私の熱弁したプレゼンを見て、昨日のね、昨日じゃないや、一個前のプレミア配信で私が熱弁したバキ見ましたか？1話でも見てないんだろうな。ないだろうな。私がね、今ね、次に気になってるのがね、あれなの、ひろゆきさんのやつ、世界の果てにひろゆき置いてきたっていうやつがめちゃめちゃ気になってて、そう、ちょっと面白そうだなって思ってんのよね、あれ。ちょっとっていうか、だいぶなんかどっかにちょっと切り抜いたところが載ってて、 TikTok かな、切り抜いたのが載ってて、うわめっちゃおもろそうじゃんと思って、で調べてたら、アベマ？アメーバ？アメーバ？あそこしかないの？どこだっけ？アメーバどこだっけ？アベーマ？かわかんないけど、A から始まる、A から始まるのとこでしかなくてさ、登録しようかな、どうしようかなってすごい悩んで、るんですけど、もうワンチャンしちゃおうかなレベルに思ってるぐらい。なんか一回でもしたことあるんだよな、登録。しくじり先生かなんかが見たくて、確か登録した気がするんだけど、もう一回し直そうかな。あれ面白いそうだよね。見た人いる？見た人いるかな？見てみたいな、あれ。そう。で、もし見たら言うね。見たら感想を言うね。こちら、あれがね、面白いのよ。ひろゆきさんが海外旅行行って、なんか外国の人を英語でなんか詰めてるの。見たことある？なんかひげ親父さんとさ、海外行ってさ、タクシーが間に合わなかったかなんかで、すんごいめっちゃ詰めてんの、ひろゆきさんが。これは君が悪いよねみたいな、これは君が悪いよねみたいなこと言って、なんか海外の人が、いやでもみたいなことを言おうとしたら、悪い悪くないどっちみたいな。どっちかで答えて、悪い悪くないどっち、悪いですみたいな。すげえ詰めてると思って。ああいうのが、わかんない。ああいうのが見れるのかなって思うと、おもろいなって思って、ちょっと見たくなる。地下にはできない世界だからね、ああいう、リズメみたいなやつ。じいちゃまにもらいました。ありがとうございます、こちら。何をくれたんでしょうか、じいちゃま。あ！これカロリー祭りで開ければよかった。多分違うと思うんだけど、開けちゃっていいかな、開けちゃっていいかな、なくなったらまた送るよ、じっちゃま。これカロリー祭りではないんだけど、開けさせていただきます。ででーん。ででーん。
バが大好きなお茶その2、その1とその2どっちがどっちでもいいんだけど、私は今コーン茶とあとこの抹茶ラブをずっと飲んでて、そう私がね家で飲んでる飲み物抹茶ラブ、今はコーン茶か、コーン茶、マイティさんがくれたねコーン茶、あと自分で買ったコーヒーですね、自分で買ったコーヒーをね今ね家でねガブ飲みしてる、時々すごい時々ファミリーマートのあのなんだっけ紅茶みたいなやつ飲んでんだけど、マジで本当に助かる、本当にありがとう、本当にありがとう。私さペットボトルさ一つ飲みきれなかったりすんの、そう時があるんですよ。でもねこれだとねこのサイこのサイズだと全部飲みきれるって言いながら、今マイティさんにもらったコーン茶これぐらい全部飲んでたなって思った。あでも外で持ち歩くときはこれの方がいいよね。ねみんな水筒って持ち歩いてんの？水筒思うんだけど、今日だから歯医者さん行くときにマイティさんにもらったコーン茶を入れてたの、バッグの中にガンダムのリュック背負ってそう今日はガンダムのリュックを背負って歯医者さんに行ったんだけど、その中にマイティさんがくれたコーン茶を入れてたんです。だからねこのサイズは本当に助かる。あとこれを知らない人ね、抹茶ラブ知らない人、これはすごいんですよ。このね封を開けるでしょ、こうやって今透明でしょ、この封をこうやって開けるでしょ、そうするとなんとほらーマジック粉が出てきてね、抹茶の粉が出てきてね、そう抹茶の出来上がりになるの、こうやって美味しいんだよこれ、私は大好きなんですこれ。最初はねあのね甘いやつ、そう甘いやつと甘くないやつがあって、そう最初は甘いやつにハマってたんだけど、だんだんねあのこっちの普通のやつにハマってきました。私は美味しい、ありがとうおじいちゃま、感謝です。コーン茶とこれ交互に飲ませていただく、本当に嬉しい、本当に嬉しい、ありがとう。すぐさ飲むもの忘れるからさ、そう飲むの忘れて喉がガラガラになるから本当に気をつけなきゃいけないの。もう8分も喋ってる、皆さんありがとうございますありがとうございます。そうだから、あ違う今日だから歯医者に行った時にこれ持ってたの、このサイズの飲み物を、すごい助かった、本当にマジで助かった。歯医者してる時にさ、もうさお腹痛くなっちゃったって言ったじゃん配信中に、すっごいお腹痛くて、マジでお腹痛くて、いやどうしようと思って、もうずっとあの歯医者終わってからずっとなんかトイレにこもってたの、こうやって痛いよと思ってでちょうどロキソニンとこれを持ってたわけ、飲み物を。でさそれがなかったらさもうトイレの水飲むしかなかったのに、そうこれがあこのねサイズの飲み物を持ってたから、トイレの個室でロキソニンとそれを飲んで休むことができました。本当にありがとうございます、私の命を救ってくれたありがとう。そして高野菜でございますね、ありがとうございます。一番と、あ、白玉子ちゃんありがとう。そして一番とたの秋山さんでございます、ありがとうございます。で白玉子ちゃん、タコさん、モフちゃん、あと白玉子ちゃん、秋山さん、白玉子ちゃん、モフちゃん、そして滑り込み秋山さんということで、ブービー賞モフちゃんでございます、おめでとうございます。前夜祭モフちゃん、後夜祭秋山さん、ビンゴ白玉子ちゃん、ブービー賞モフちゃん、残念で、大きいスパチャくださったミヤさん、ありがとうございます。本当ありがとうミヤさん、 Thank you。
チェキのためにね、チェキのためにしてくれたのかな、ありがとう本当に。で犬ひげもありがとうございます、感謝してます、いつもありがとう。みやさん犬ひげいつも大きいスパチャくださって感謝してます、ありがとう。そしてチェキを申請してくださったのが松崎さん、ケンジさん、モフちゃん、白玉子ちゃん、ふみ兄ちゃん、秋山さん、みやさん、ルアクさん、クリちゃん、吉様、上田さん、多いね今日。なんでなんで今日多いの、なんか今日の服装良かったの、痩せて見えるの、何なんだろう、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 取った11取った。そしてこちらでございますね、毎度毎度宣伝させていただいて申し訳ございません。8月から開始になっているカレンダーなので、まだ9月14日なのでね、間に合います。1ヶ月分しか無駄にしてません。しかも無駄にはなってません。後ろのね、後ろのね、カレンダーの裏はね、12ヶ月分全部ね、写真集になってますのでね、よかったら見てください。見てください。映ったらいけないのでね、こうやってね、あの、紙を貼ってます。なんと、シャチちゃんが、興奮してくださったね、秘密のね、お写真がたくさん載っております。チカさんを怪我せないとね、葛藤していた。怪我したいけど怪我せない、愛したいのに、なんだっけ、キンキキッズにそんな歌ありましたよね、愛したいのに愛せないだっけ、なんだっけなんかそんなような歌なかったですか。そんな感じでね、シャチがね、葛藤している、カレンダーでございますのでね、皆さん、よろしければね、ブースで売ってますのでよろしくお願いいたします。グッズも、ま、もう14日なのにまだ売ってます、ごめんなさい、ちょっと早くしなきゃ、ごめんなさい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 。では皆さん、大丈夫かな、言えたかな。では皆さん、本日もありがとうございました。それでは、10、9、8、7、